がっていけるように、無限の第一歩踏み出して、今走り抜いてこう。君の世界でずっと君を待っていたんだよ。いつでもどんな風にでもなれるというのに、タランタラポケットさ、待ったままでいいの。いつかの後悔だって君を待っているんだよ。未来の延長線で夢に変えてくれんの。今までの僕らを救いに行くよ。もういいかい、君の合図から配置について、もういいよ、進めいざ参ろうとする、どうしよう、始まりに遅い早いもないよ。さあ素晴らしい、今日からまた始まっていくんだろう。繋いだ鉄砲手で輪になれ、もう無敵なんだ。そうすればまた心から泣き出しそうになってて、大丈夫なんだろうな。ほら一緒に未来に恋をしよう。私は戦後間もない頃この世に生を受けましたが、思い返せば昭和という時代はまさに私にとって激動とも呼べるものでした。もう一枚。もういいよ、友達待ってるから。つくし、ここで写真撮ろう。写真、うん、私撮ってあげる。ありがとう。でも3人で撮りたいよね。風間仁です。神奈川県由比ヶ浜中学から来ました。よろしく。あの風間くんってかっこよくない？私はパス。では次、塚本くん。あ、はい。すみません。僕は、だせ。メンバーが足りない？悪いね、急病でさ。そんで風間くんさ、誰か連れてきてくんない？すんげえ無茶ぶりなんですけど。ごめんごめん。何よ、自己紹介で失敗しちゃっただけでしょ。うん、風間くん、ちょっと当たってみます。おお、悪いね。なあ、塚本だっけ？ああ、はい。確か、風間くん？あのさ、サッカーって好き？よかったね、つくちゃん！もう友達ができたなんて！そんなんじゃなくて、フットサルをするのに数が足りないから、たまたま誘ってくれただけで。友達。来た来た！ありがとう、マジ助かるよ。風間くん、こちらのお嬢さんは橘さゆりさんと言いまして。お嬢さん？一つ上の幼馴染というかお姉さんでして。俺、風間仁、よろしくさゆりん。よろしくさゆりん。ここがフットサル場？初めてか？すげえぞ。びしょびしょ、熱い。シャワー浴びこう。すごいね、風間くん。そういう意味じゃなかったんだけどな。つくちゃん、あー、芝がすごく綺麗。はい、これやるよ。え、嘘、いいの？こんなにかっこいい靴。もう小さいから。ありがとう。
本当にありがとう。かっこいいよ、つくちゃん。うん、そうかな。うわ、風間、決定機かよ。久しぶり、手抜いてくれよ。やだよ。人気者なんだ。きっとサッカー上手いんだね。おい、メンバー紹介するよ。すみません、間違えました。失礼します。これ今日のチームメイト。す、ああ、準備万端だぜ。エイジさん、体力ないんだからタバコダメだよ。俺の分は君が走るんだよ。すごいね、大人の人たち相手に。うるさい。あ、少年は。あ、塚本つくしです。サッカーは素人ですが、よろしくお願いします。電話で伝えた友達っすよ。友達？お？いや、風間くんの友達っていうからもっとすごいの想像してたんだけど。すごいの？まあ、無理しなくていいから楽しもうぜ。少年！タイム！タイム！つくちゃん！痛そう。おいおい、大丈夫か彼？あれは痛そうですね。そうじゃなくて。大丈夫か？ごめんなさい、大丈夫です。とんでもなく下手なのが混じってるな。素人ってレベルじゃないな。気にすんな。一生懸命走ればみんな信用してくれるさ。頑張れ、つくちゃん。つくちゃん、ボールと関係ないとこ走ってない。前半終了。スカちゃん、足、靴。え、あ、うわ、少年、それどうした？おい、靴脱いでみろ。いた、だ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 、ああ、爪が剥がれてる。こりゃ後半は無理だな。しょうがねえな。後半は休んで。見た目ほど痛くないです。いやいや、塚本くんだっけ。はい、俺転勤が決まって今日が最後の試合でさ、来てくれただけで感謝してるんだ。無理はしなくていいよ。後半頑張ります。いけいけ、もう時間ないぞ。ナイス、レジ一旦戻せ。ごめん、最後触ったの俺だ。スカちゃん大丈夫か？今のはヤバくないか？すみません、ボール出しちゃいました。塚本くん、危ねえ、止めろ。ナイスカバー。無理するなって言ってるのに走りっぱなしじゃねえか。このまま1点取るぞ。
何としても守るぞ。おう、皆さん、今日が最後の試合でさ。すんなって言ったろ。ごめんなさい。バカ野郎。ナイスシュートだ、美しい。ありがとうございました。またやろう。連絡するよ。はい、ぜひ。じゃあ。いい人たちだったね。うん、少しは楽しめたか。俺久しぶりだったから自分だけ超楽しんじゃったんだけど。つくちゃん、やっぱ足が痛むのか。よかった、風間くんも楽しかったんだね。こんな下手くそ連れてきたから肩身狭いと思ってずっと心配で。せっかく英二さんの最後の試合だったのに。じゃあお前、俺のために無茶して。いや、そういうことじゃなくて、僕最初は冗談かと思ってフットサルに誘われたこと。でも風間くんは本当にいて、こんな楽しい夜は初めてで、だから風間くんありがとう。僕、今日のことずっと忘れない。部活だね。緊張しちゃってなかなか眠れなかったよ。本当にサッカー部に入るつもりか。もちろん。うちは名門だし練習も結構厳しいぜ。高校から始めるっていうのは。でもこの前のフットサルが楽しかったから。そうは言ってもな。行こうよ風間くん。入部希望の新1年生は第2グラウンドに集合だって。水木さんだ。水木さんも来てくれるのか。プロ入り決まってんだよなあの人。キャプテンの水木です。よろしくお願いします。よ
新入生用の練習メニューですが、まずシャトルラン100本。いきなり100本かよ。マジか。タッチラインに並んで。なあ、つくし、やっぱり。え？やべ。はや。二本目。あれ。二十本目で気絶してた。ごめんなさい。今すぐ。いや。お前もう帰れ。また倒れられても困る。かっこ悪いことしちまった。もっとちゃんと止めりゃよかった。いきなり高校サッカーについていけるわけないよな。靴の底全然減ってなかったし、練習してなかった証拠だ。あいつは素人だ。そこまでの情熱があるわけがない。成長しねえな俺も。明日つくしに謝ろう。別にサッカー部に入らなくても、たまにフットサルに誘ってやれば。さゆりん、つくちゃんがまだ帰ってきてないって。お母さんが何か知らない？つくし、何してんだお前。校門で呼び止められた。100本終わるまで帰らないんだって。つくし。風間くん、今何本目だ？向こう行ったら100本。足見せろ。いったたたたた。どんだけ走ったらこんなに。この靴フットサルの後一度も履いてないよな。うん、あの日全然走れないって分かったから。走れない？誰よりも走ってたお前が。せめて走るくらいはできなくちゃって。こいつサッカー素人なんだ。足だって手だってこんなに細い。息だってすぐに上がっちまう。じゃあこいつを支えるものは何だ。何してたんだよ。どいつもこいつも俺も。今までなんで誰も気づかねえ。どうやったらこいつを素通りできるんだ。とんでもねえやつじゃねえかよ。あ、走り切りやがった。
を履くのは風間くんとサッカーをやるときって決めてたんだ。つくし悪かった。え、何が？いや、なんでもない。僕こそ足を引っ張ってごめんね。お疲れ、つくし。よくやったな。よし、ラーメン食いに行こう。え、ラーメン無理かも。僕わかった、卵を持ってやる。いや、そうじゃなくて。私も行く。体育会は年功序列、先輩たちの理不尽がまかり通る世界。華やかなだけじゃない、本当の体育会を君は見る。風間くん、誰に言ってるの？